カスリーン台風、カスリーン台風、カスリーン台風、昭和22年台風第9号、国際名、カスリーン。キャスリーンは1947年、昭和22年9月に発生し、関東地方や東北地方に大きな災害をもたらした台風のこと。カスリーン台風やキャサリン台風などとも呼ばれる。台風本体の勢力の割には、 降水量が多い雨台風の典型例とされている。当時、日本はアメリカ軍を主とする連合国軍の占領下にあり、台風の英明についても1947年、昭和22年から1953年、昭和28年5月まで、アメリカ合衆国と同様に A、B、C 順に女性の名前が付けられていた。日本ではこのかに、キティ台風、 ジェーン台風などが有名。カスリーン台風の英名は、キャスリーンであるので、A から数えると11番目となる。なお、この11個の中には、アメリカ軍が英名をつけたにもかかわらず、日本が台風と解析しなかった、熱帯低気圧5個が含まれている。一方、カスリーン台風の前には、日本が台風と解析したにもかかわらず、アメリカ軍が英名をつけなかった台風が3つ。 存在する。よって、カスリーン台風を日本の台風番号で表すと、11から5プラス3で9号となる。現代とは観測方法が違うため、位置や強度についての正式な観測記録は残っていない。しかし、後の解析によると、カスリーン台風は1947年、昭和十二年九月八日未明にマリアナ諸島東方に多い発生し、 次第に勢力を増しながら9月14日未明には、鳥島の南西 400km の海上まで北上。この時、中心気圧は960ミリバール、最大風速は秒速45メートルに達していたと推定されている。その後台風は、15日未明に、紀伊半島沖の南、北伊32度付近で震度を北東に変え、勢力を弱めながら同日早朝に、 遠州長沖合を通過、中心気圧は970ミリバールと推定。夜に、房総半島南端をかすめ、上陸したとする見方もあるが、気象庁の公式見解では、房総半島沖通過、16日には、三陸沖から北東に去っていったとされている。台風そのものは、本州に近づいた時にはすでに勢力を弱めつつあり、 震度も東海地方から関東地方の太平洋岸をかすめただけであったため、強風による被害はあまり出ていない。しかし、台風接近時の日本列島付近には前線が停滞していたと推定されており、そこに台風によって南から湿った空気が供給されて前線が活発化。これが9月14日から15日にかけての戦後、地水市場に残る大雨を降らせたものと考えられている。 この台風による死者は1077名、行方不明者は853名、負傷者は1547名。その他、重火損壊9298棟、浸水38万4743棟、高知流出埋没1万2927ヘクタールなど、離災者は40万人を超え、戦後間もない関東地方を中心に、甚大な被害をもたらした。 特に、群馬県の赤城山麓や栃木県の足利市などにおいては、土石流や河川の氾濫が多発し、これらの被害者を中心に、群馬県では592人、栃木県352人の死者を出している。また、利根川や荒川などの堤防が決壊したため、埼玉県東部から東京都23区東部にかけての広い地域で家屋の浸水が発生した。 この地域で大規模の洪水が発生するのは1910年、明治43年8月の洪水、以下、明治43年の大水害と記す以来であった。なお、東北地方では、北上川が氾濫、岩手県一の関市などで被害が出ており、岩手県内では109人の死者を出している。大きな被害が出た要因として、大量の雨がほぼ1日半の短い期間に降ったこと、 戦時中や戦後復興の木材消費により、山林が荒れ、保水力が低下していたことが挙げられている。9月14日から15日にかけての主な降水量は、秩父 610mm、箱根 532mm、日光 467mm、前橋 391mm、熊谷 341mm、網代 329mm、 大汗 25mm、宇都宮 217mm、仙台 186mm となっている。カスリン台風による大洪水の発端となったのは、埼玉県北埼玉郡、東村、現在の埼玉県加須市、大利根地域、北東部での利根川堤防の家堤である。この場所は、江戸時代に人工的に改作された、新川通と呼ばれる、 直線稼働であり、明治43年の大水害の時には、破裂しなかったため、比較的楽観視されていた場所であった。しかし実際には、上流の湧水地帯が開発によって消滅しているなど、明治43年の大洪水当時とは状況が変化しており、利根川の水は全て進化は通に集中することになった。それに加え、下流の栗橋付近には、鉄橋があり、 そこに漂流物が引っかかって流れを悪くしていたほか、渡らせ川との合流点もあるため、増水時には水の流れが悪くなるという構造的な問題を抱えいた。こうした要因によって、15日午後9時頃には堤防の上から水が溢れ始め、16日午前0時過ぎに大音響とともに北埼玉郡東村の利根川うがんひさが340メートルに渡って決壊。 濁流は南に向かい午前3時には、北葛飾郡栗橋町、現在の区市、栗橋区域、北部、午前8時には、南埼玉郡和紙宮町、現在の区市、和紙宮区域、西部、午前10時には、北葛飾郡沙手町、現在の沙手市中心部付近、午後1時には、南埼玉郡久区町、現在の区市、区喜区域、中心部付近に到達する。 濁流の進行速度は決して速いものではなかったが、濁流がどこに流れるか、どこに避難するべきかという情報に乏しかったため、避難はスムーズにいかなかった。一方、荒川では15日夜に熊谷市付近で堤防が決壊しており、洪水は16日の午前中には、北埼玉郡笠原村、現在の河野寿司東部に到達し、元荒川沿いに流下していく。 利根川の濁流は、庄内古川、古利根川周辺を中心に、いくつも決壊を引き起こしながら、17日未明には、南埼玉郡春日部町、現在の春日部市、同日夜には、元荒川からの水を合わせて、北葛飾郡吉川城、在の吉川市に達し、現在の中川付近と江戸川に挟まれた地域を、流下しながら、 18日の夕方には、埼玉県と東京都の境界付近である、大葉川及び、おごうだめの桜庭、現在の葛飾区水元公園付近またし、そこで濁流の進行は一時的に食い止められる。しかし、水は桜庭にせき止められてどんどんと溜まる一方であり、これが決壊すれば、東京都葛飾区は、全域が一気に濁流に飲み込まれることとなる。 そこで、東京都知事、安井誠一郎は、内務省国土局河川課及び、埼玉県知事、西村実のるり、千葉県知事、川口ための助らと協議の上、隣の江戸川岸下げを爆破して江戸川に水を逃がすことを決定。GHQ への報告を経て、米軍工兵隊が現場に急行するが、思いのほか堤防は頑強で爆破は失敗してしまう。そうしているうちに、 19日未明、ついに、桜庭が崩壊。その日のうちに、金町、芝又など、葛飾区の江戸川に近いエリアは、もちろんのこと、隣の江戸川区の小岩付近まで水没した。19日午後3時ごろようやく爆破が成功し、桜庭付近の水は、江戸川へと流れ始めたが、同じ頃、南埼玉郡八条村、現在の八代市で、中川の右岸が決壊。 綾瀬川の東側も水没する。そして20日午前3時に、亀有付近でも堤防が決壊し、夕方には、立石、四次付近まで浸水する。金町方面に流れた水は、20日夕方には、江戸川区船堀付近に到達し、新川へと流れ込んだ。江戸川区南部を東西に流れる新川の存在によって、ようやく濁流は東西に分けられ、荒川や旧江戸川を経て、 東京湾へと注ぎ始めた。なお、利根川の決壊箇所の復旧工事は70日余りの期間で、延べ16万人が動員されたという。その後、利根川や江戸川では、こうした規模の洪水は発生していない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。